すごい、みんな朝早く。でも来てくれる。ともさん、ハートアイリ。眠いよ。うん、みきちゃん、ハートありがとう。成田のシンファイト、ありがとう。うん、エコ。サーファーペンギン、ありがとう。ありがとう、来てて偉い。大阪のひろしだよ、結婚して。なんでやねん。成田の新真珠がありがとう。ちゃんと起きれて偉い。私偉いよね。うん、しかもちゃんと配信時間内に準備できた。小人アロハってありがとう。山猫ポーズさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。りょうたくん、真珠貝ありがとう。なっちゃん、コンコン可愛い、ありがとう。きやくん、ハートありがとう。ぼやっきーさん、真珠貝ありがとう。なっちゃん、コンコン結婚して、結婚コンコン、なっちゃんコン5分前に起きた。私も10分前に起きたよ。冒頭から出られました。ツーデスさん、かわいい、ありがとう。アリッコリ BKB さん、真珠貝ありがとう。なっちゃん、コンコン、真珠貝ありがとう。フォーユーさん、バラありがとう。朝方にはなれませんな。昨日もちょっと夜更かししちゃった。昨日は推しの子の漫画をずっと読んでた。ご挨拶ありがとう。 BKB さん、真珠貝ありがとう。カズさん、アロハありがとう。勇気書いた、真珠貝ありがとう。ね、自業自得やろ。睡眠不足、まあ不足かにはお水たくさん飲むのがいいんだよ。あ、アニメは全部完走した。昨日あんま昼間何もできなかったから、アニメは全部見た。で、途中で終わっちゃったから。なっちゃん、コンコン、アロハありがとう。そうだから、あ、もう待ちきれないって思って、んで、それで、うん、漫画読み始めた。ジャンププラスでさ、あれ無料、全話、初回全話無料だから、ジャンププラスでちょっと読み始めた。もう止まんなかった。今日は14時唇治った。なんか唇痛かったけど治った。寝ないとね、配信見るよ。もうさ、もう眠くてたまんなかった。もう絶対気度寝するポンポン冷える。うわー、わかるかも。黒川あかねちゃんも好きなんだけど、でもやっぱ有馬かなちゃん、私は読んでて、見てて読んでて、有馬かなちゃんが可愛すぎると思ってた。でもまだ黒川あかねちゃんがどんな子なのか、その黒川あかねちゃんメインのお話になってないから、今ちょうどスポット、え、
か私は黒川あかねちゃんはなんかもう頑張りすぎてなんか空回りしちゃう、ちょっとおかしなかわいそうな子みたいな、ちょっと痛い子みたいな風な印象が今のところあるけど、ちゃんと黒川あかねちゃんのなんかホーム何得意技で勝負してるところこれから始まるからちょっと楽しみ。ポンポン冷えた唐突に終わっちゃう。推しの子も面白いよね。頭痛いのは治った、治りました。でも今日はどうなるやろ。小人さん真珠貝ありがとう。一回起きるの大事よね。二度寝は体にいい、私も信じてる。でもなんか悪いみたいな風にさ、良くないあれ。でも信じてる方がいい。あくびまで可愛かった。かき氷食べたい。あー、メムチョ欲しい。いいね、メムチョも可愛いよ。なんかほんと20、あ、ごめんなさい、ちょっとネタバレになったらいけんけど、黒川あかねは絶対裏があると思う。なんかね、それよりもあの恋愛リアリティショー、アニメの方とか漫画でも、もう終わってるやつ、アニメでも放映された恋愛リアリティショーのなんちゃらユキ、あれはもうやってますね完全に。あんな生き方要領いい人いる？今スリッパ履きよるけど左右逆やったっけ、逆にした。最新話あれは見てた、漫画の方はまだ終えてない、まだ40何話とかよ。プリセス頭痛薬飲むね、ありがとう。かき氷はあれもう飲みました。嘘、あかねは。でも私さ、もう影響されやすいからさ、こんな風にさ漫画の一部分をさあれホーム画面にしがち、スクショして。頭痛は気圧のせいですね。気圧とちょっと寝不足みたいな、なんか寝つけない。昨日はさすがに寝つけた、なんか夜散歩が良かったみたい。なっちゃんコンコン、アイスありがとう。ちょっと夜の散歩がちょっとハマっちゃうかも。私なんかライトアップした広島見るの楽しい。そう、昨日夜お散歩したんです。皆さんにはまだメールでお伝えしたかったかも。もうメール書くギリギリみたいな時間だった。あ、でも教えたかも、教えたと思う。原爆ドームとか市民とあたり、市民と広島あたりを散策した。原爆ドーム綺麗だったよ。昨日は終戦記念日だったからなんかタイミングよく行けた。サスペンス要素ほす面白い。さきちゃん買い真珠がありがとう。おはよう、おはっこり。私が恋愛リアリティショー、もみくちゃにしよう。うん、影響されたらさホーム画面しがち。お散歩メール来てた、よかった。私やっぱ夜行性っていうか、なんか夜行性だなって改めて思った。あ、分かるかも。覚醒した妹派、違う意味でとは分かるかも。愛を彷彿させる妹派、でも愛を彷彿させるあの黒川あかねも好きだった。なんか愛が好き、私もなんか愛を崇拝したくなっちゃう。私はもう夜気をつけるね、ありがとう。お散歩よかった。台風ね、通り過ぎたっぽいよ。もう大丈夫そう。どうなんだろう、でも天気見てみようと。あ、でも明日とか雨降るんだね。明日公園だよ。今日も公園だけどね。リアリティショー
台風の目になる。でもさ、どう、あ、待って、コメントめっちゃ消えて、あ、消えていかなかった。ホワイトアチコガチレインボースターありがとう。やっぱ使う、自分の体を最低限疲れさせるの大事ですね。ホワイトアチコガチありがとう。あと昨日スクワットしたから、バーベル20キロあるの、あれ知らなかった。完璧なアイドルという点で愛とリコちゃん同じ。本当に本当に。でもなんかお兄ちゃんもなんか、私の兄がね、なんかリコちゃんはみたいな、もう嘘ついてこそアイドルなんだから、なんちゃらかんちゃらどうのこうの、あ、嘘だってついていいんだよどうのこうのみたいな、なんかそんな、もう推しの子に影響されたことを言ってた。え、すごい、20キロ私は持ち上げてたの。じゃあ 20キロと 22.5 キロと25キロを上げたって言った。私はもうさ、死んじゃうかと思った。カズさんいいね、ありがとう。ヤマさん真珠貝ありがとう。夜を支配する魔王になれる。香川帰ってきたの。雨すごいよね。お帰りなさい。でも昨日のヨカゼは、昨日のヨカゼはなんかベタベタしてた。汗もベタベタして汗かいた。そう、推しの子に影響されてた。でも推しの子のあの愛の髪型したいって思ったから愛する。しんいちさんハートありがとう。ヤマさんもハートありがとう。おやすさん結婚して、なんで、なんで隠し子どうなっちゃうの。ちょっと気になるんだけど、早く愛のお父さん。でもまだ漫画も完結してないんでしょ。知りたい。わかる。私はオーディブルで20代で得た知見を聞いてました。めっちゃなんか、ああっていいなと思った。インナーマッスルいいか。でも全然プランクとかさ、めっちゃ何サボっちゃってたからさ、ちょっとしようって思った。え、本当に上げるの苦労する。もうきつかったんだよ。ううってなりながら上げてた。もうブルガリアンなんて、もう私死んじゃうよってなってた。りょうたくんありがとう真珠貝。でもやっぱり足とか鍛えると踊りとかも影響出るし、頑張ろうって。バーオブションありがとう。真珠貝、さきちゃんも真珠貝ありがとう。もう愛のコスプレしたくなっちゃうよ。うん、あー、私ピルクルのミラクルケアもさ、全然もう8本飲み終えちゃったから飲んでないよ。さきちゃんかわいい、ありがとう。ともさん音符ありがとう。え、夜だからさ、なんか人も少ないし太陽もないから、半袖半ズボンとかで、まあ半袖半ズボンはないけど、半袖とかでお散歩できてさ、そうでさ、なんか何もなんか何様、自分のなんか集中力を妨げるものもないから、オーディブルめっちゃ聞き入れる。オーディブルもう無料の期間が終わったので課金することになりました。でもあんまりオーディブってる人少なそう。男の子のスタートは45キロなんだ。私も45キロぐらいまでいけるようになりたい。私は自分の体重を言いませんが、なんか体重ぐらい上げられるといいんだよね。なんなら体重の2倍ね。足鍛えると安定感出るでしょ。インナーマッスル、あ、運転中いいね。課金してる、気に入ってる。蚊に刺されたかもしれん、ちょっと痒かったもん昨日とか。自
身の体重がまず目標か。うん、なるほど。オーディブル、そう、もう信号。わあ、244日、ありがとうございます。すごい、2と4しんみり系の音楽いいね。腕相撲してみようかな。強そう。ぴょちゃんなんか割としっかりしっかり力行き届いてる。リップちょっと塗る。あれ、こっちだった。最近の私の寝る前のルーティーンもある。最近の私の寝る前のルーティーンは、あ、すごい、こんな時にも貴族がいる。薬用リップ塗りました。またいなくなるかい。まずエアコンを1時間で切るに設定してで寝ます。切れる前に寝てるんですよ。寝つけるとき待って、貴族すごい。で朝起きたらもう暑いなと思いながら起きるんです。眠いな。でエアコンつけて、あの汗かきながらエアコンつけて起きるのが好きです。すごいよ貴族。みんなも今日お仕事、244日、おめでとう、ありがとう。あれ、お盆休みだったんだ。ツーデスさん、たい焼きありがとう。成田のシン、たい焼きありがとう。浦部さん、たい焼きありがとう。なっちゃん、コンコン、ミラボちゃんありがとう。小人さんもミラボちゃんありがとう。ゆうやさんもミラボちゃんありがとう。バーベル上げてるのがまずすごい。ゆりこちゃん嬉しい。褒められると嬉しいよね。やっぱり私はちょっと最近偉いって言葉を欲してた。ちょっと自分のことを褒めようって思いました。だからみんなも褒めて。ゆうきこいとたい焼きありがとう。ツーデスさんありがとう。貝の真珠貝一個を結婚して、んで誰に、壁にか、壁にか。浦部さんミラボありがとう。ああと朗報です。カラオケ配信する、今週の日曜日に。浦部さんサーファーペンギンもありがとう。寝た方がいいんじゃないかなって。画質いい、いい感じ。フォーユーさんハートありがとう。え、偉いって褒めてくれてる人続出して。時間は16時半。でも3時間しか取れなか、取れてないから、3時間で終わらせないといけない。ポリちゃんありがとう。真珠貝、なっちゃんコンコン、真珠貝ありがとう。真珠貝って画面で見たら一番可愛いの。フォーユーさん真珠貝ありがとう。ゆうきこいとも真珠貝ありがとう。ともさん人生ありがとう。ポリちゃんたい焼きありがとう。オーディブルダウンロードしてみてもいい。ゆうやし、たい焼きありがとう。なっちゃんもたい焼きありがとう。成田のしもたい焼きありがとう。浦部さんもたい焼きありがとう。おやつさん結婚して、あ、ソファーにか。ゆうや真珠貝ありがとう。まにゅち真珠貝ありがとう。おやつさんも真珠貝ありがとう。1時間短い、ほんと。もう30分じゃ足りないなって思ったし、あれにする。あ、ずっとお仕事、今日からお仕事、明日からお仕事。あ、やっぱお盆休みってここら辺だったんだね。えらい、嬉しい。え、マルイって何、えぐい。天才、いくらでも褒めてくれて嬉しい。え、嬉しい。自己検証、自己検水、自己検、なんだこれ、自己検算、
自己研鑽、自己研鑽、一人ごち、嬉しい、なんて読むのこれ、えらい、かわいい、表情上、あんたはえらい、嬉しい、生きてるだけでえらい、えらいえらいえらいって、嬉しい、歌う、でも3時間少ないって思って、もっと歌いたいって思ったけど、え、夜勤、うん、頑張ってて偉いわ、それはもう、歌枠する、高幸さん、ハートありがとう、また歌ってほしい歌、リストから何曲かセレクトしよう。火曜日のルビーさん、ありがとう、トロピカルジュース、スファーニ。えぐい、何時頃、16時半、だけど配信始めるの16時40分とかになりそう。カラオケ楽しみ。え、あ、自己研鑽か、自己研鑽、おお、どういう意味か調べてみよう。リホチのおかげで地球は救われたよ、えらい、ほんと、自分自身を成長させるために必要なスキルや知識を獲得したり鍛えたりすることで自らに磨きをかけること、はあ、自己研鑽、自己研鑽、私は自己研鑽していきます。ホワイトチコガチハートありがとう、もぐもぐ配信、そこかい。もぐもぐ配信したい、かき氷、私さ、かき氷食べたいか、またポテト食べる、でも欲張らないようにする。ホワイトはチコガチかわいい、ありがとう、ホワイトはチコガチアロハもありがとう、ハートもありがとう、ポテトいっぱい食べたい、磨きがかかってるわ、嬉しい、剣山じゃないよ、自己剣山が刺さった模様、刺さりました、ポテト食べたい、私ね、ほんとポテト好き、不眠症ですか、かもしれない、でも私ちょっと楽しみな予定もできたから嬉しい、なんか最近結構オフというか、あんまりそういう お役目がなくて、だから何をしたらいいか分かんなくてもぐーたらして、そのぐーたらした自分に嫌気がさすけど、自らそうなんか予定を作っていけばいいのかって思って、とりあえず今週は自主練毎日ちょっと入れてみてて、で来週はちょっとあるとこ行きます。ゆうさん、たい焼きありがとう、すごい、はあ、はあ、空のキャンバスに雲がかかっちゃった、でも何か予定が入ってほしくない時に予定が入る気がする。そうなんだよ、飛行機雲ができる理由、好き、
でも自分から動き出そうって思った。自己研さん、すぐに調べるとか嬉しい。これで喉痛めないきっと大丈夫。今日も公演の練習しよう。しんいちさん、誰もありがとう。わかる？例えばみんな公演行きたいとか、なんかほらそれこそなんかカラオケ配信あるのに夜勤とかでしょ。当落、明日なんだ当落出るの。チャリティーイベント、あ、耳だけになるって。いや健やかに自分から動く。優しい。みんな早くめファイトだね。みんな自分から動いていこう。そういう時って多分今はタイミングじゃないってことだし、だからもっとゆっくりしていこうと思った。何かしたいことがあってももう戦略があってできないってなったら。トモさんハートありがとう。うん、歌いたい欲が出てきた。なんかさ8月頭に喉痛めてさ、なんかもう泣いちゃうってぐらい喉痛めてたからさ、それに比べたら全然もう最高ってぐらい痛くないし、もう大丈夫になった。リコチ優先になったの。有料配信じゃなくて、そうメリハリが大事だよね。ほんとそう。もうこんなに飲んじゃった。私絶対さ寝汗がすごくてさ、すごくてもうやばかった。めっちゃ汗かいてるんだろうなと思う。喉さよくなったよ。最高。いや私昨日の闇日記書いてない。昨日の闇日記。ああ小人さん、やーん貝柱ありがとう。そう喉ね、もう大丈夫。確かに
朝書いた方がポエセ、あ確かにね。で私より可愛い。書いてる子ほんと、ちょっと貝柱になっちゃった。ゆえさん貝柱ありがとう。ともさんハートありがとう。もう貝柱になっちゃった。ヤマさんハートありがとう。ホワイトさんも貝柱ありがとう。キゾチャンスじゃないよ。えちょっとさ漢字が分かんなかったから、あたこ焼き食べたいよ。感じが分かんないよ。あ、なっちゃんたい焼きありがとう。壁で押し付けられないよ。浦部さんたい焼きありがとう。なっちゃん貝柱ありがとう。浦部さんサーファーペンギンありがとう。小人さん貝柱ありがとう。ゆうや貝柱ありがとう。一個たい焼きありがとう。ダメだよ。感じ感じ。あーなるほど。おはよう。なんかミラモー流れてる。漫画って感じ。あ、ともさん真珠。真珠貝貝柱ありがとう。ゆうやたい焼き。浦部さんもたい焼き。ゆうや貝柱ありがとう。浦部さんたい焼きたくさん来た。なっちゃんコンコンミラボありがとう。福ちゃん真珠貝ありがとう。 MRX さんもたい焼きありがとう。目線そらなんかそらしたら全部こうなって、なんかさ冷凍たい焼きを揚げて白だしつけて食べると美味しいらしいよ。だからそれしたい私。ああ漫画はこんな字か。カタカナでもいいけどね。でも
漢字で書きたくなるのよ、そういうお年頃でさ。実に面白い。かけた。そう、出汁で食べると美味しいらしいよ。ソースじゃなくて白出汁で。あの感じ合ってたが、ちょっと合ってた。あ、合ってない、書き直そう。なんかさ、最近は字を見るだけで書かないからさ。だからこういうのは大事だと思うのよね。モナコ GP のたい焼きさん、ありがとう。なべなべ所長、間違えた、たい焼きさんじゃなかった。モナコ GP の白い帽子さん、たい焼きありがとう。そう、感じ大切。みやんこ先生ありがとう。貝柱、なべなべ所長、くまさんありがとう。浦部さん、サーファーペンギンありがとう。なっちゃんコンコン、ハートありがとう。ね、もう工事日記いないのかもしれないよ。描いてる姿可愛かった。え、私さ、浦部さんにさ、絶対お礼来てないよ。ほら、あ、ちぎれちゃう。浦部さんがちぎれちゃう。書道やってた文字忘れちゃう、忘れちゃう。おぼえ嘘やん。なんだっけ、じゃん、浦部さん、浦部さんへ。あ、貴族タワーありがとう。どんだけ離席が好きなんだ。2023年8月13日、リコチちぎれる。それなの、星なくなっちゃうからいっぱい投げてね。よよよのよさん、貝柱ありがとう。ニューヨーク日記もお休みかな。え、でも工事日記ちょっとお家にいるのいい。え、ありがとう、こちらこそありがとうありがとうにゃ優しい、お礼できてよかった。ツンデレだからお礼、お礼はって言うけど、お礼したい。絵のクオリティどんどん上がってる、嬉しい。かゆ、私今はツイッターのいいね欄を整理整頓中で、今朝もツイッターのいいね欄結構いいね、もう2500個とかしてたんですけど、今900個まで減らすことに成功しました。早い。あ、羊なんだ。あ、X か。それな、動物いっぱい。でもやっとなんかそんなのが、でも動物いっぱいだ。それにしてもなんかアイドルが好きでよかったっていうハッシュタグがあって、なんかそのハッシュタグにいいねをするっていうね、あれなんだけど、ちょっとなんかそれに、それがちょっともういいね消しちゃおうってなって、
さちゃんとかいる。なんかいいね欄って自分の趣味趣向が分かってしまうような感じがして、ちょっとあれだったんですよ。なんかあこういういいねって思うんだみたいな。カズさん馬ありがとう。馬ま絵のクオリティ上げていきたい。よよよのよさん貝柱ありがとう。お星を50個まで減らした。いいじゃん。そうだから、あー工藤理子はこういうのにいいねって。だから動物園だったりもするじゃん。それがさ良くないなと思ってさ。確かにいいねがおすすめに反映されてるところある。うわアイスまんじゅうとかいいねしてるもん。めっちゃ食べたくなっちゃうじゃん。メロンパン本当に今日あ揚げたこ焼きに白だしつけて食べちゃうぞ。でもさ何アイスグミ最高。アイスグミ美味しいお店さすがすぎる。もう趣味趣向すぎる。でもいいねって取り消しすぎるとなんか規制かかっちゃうから、もう規制がね。えこの前も私実はいいね欄を減らそう大作戦してもう2、3ヶ月前とかじゃないかな。なんならそれよりもっと前。にね減らしてたら規制がかかって減らなくなっちゃったんですよ。そう「いいね欄5」とかの人の「いいね」って多分すごい価値があるじゃん、その「いいね」に。だからちょっとそうなりたくって。そうなりたいの。いいね。冷凍たこ焼き食べたい。たこ焼きが食べたい。メロンパンアイス食べたい。伏せた SBT 頑張って。 SBT 行ってらっしゃい。私も SBT したいけどご飯も食べたい。どっちもしたい。工藤理子は欲張りなんだ。うん。お好み焼きもいいね。粉もそういいねさ、いいね欄整理したからさアカウント凍結とかならない？大丈夫？なんか X になってからされちゃいそうなんだけど。こいつなんかいいねをすごいしたりしてるなみたいな。イーロン・マスクさんにちょっとこいつなんだ不愉快だって思われたりしない？どうし、今朝のツイートはマスクそんな暇じゃない？だといいんだけど。今すごいよ709まで来た。うわお腹空いた。でも私今冷蔵庫の中に生春巻きがあるんです。昨日買った。
命、たい焼きありがとう。整理整頓大事だよね。マスクさん、いいし、やりたい放題し放題。パクチーは入ってないと思う。わさびも入ってなかったから食べやすいんご。あー、卒業されたメンバーさんに会いたいな。ほのたんさんとか出てきた。金輪際、え、もうさ、推しの子ばっかりなの。あなたのアイドル、サインはピーチュ。毎日たい焼きありがとう。マスクさん、イーロンマスクさん。え、私パクチーとかさ、実はあんまり摂取し食べたことなくって、そう、わかんないの私が。え、いいね、私ちゃんと減りよる。これ減ってなかったら超悲しい。今669まで来たよ。福ちゃん、貝柱ありがとう。サーバーの負荷が軽くなって褒められそう。確かにそうなってほしい。サインはビーチュ。ビーコマチ、もう鳥肌立つよ。もう消しまくり。うん、エゴが、エゴが、エゴがすごい。今577まで来たよ。いいね、断捨離めっちゃ好き。ピーマン体操いいよ。え、ピーマン食べたらスーパーマン。ピーマン大好き。ピーマン食べたらピーターパン。ピーマン大好き。こんなの。でも追消しもしていきたいんだけど実はなんか大昔の勇気恋と真珠貝、小人さんも真珠貝ありがとう。パセリは大好きよ。ブロッコリーも大好き。そう、ピーマン体操かわいい。うん、なんかピーマン大好きって言ったの可愛いよね。私あれ、なんかふん、あ、裏返っちゃった。生のピーマン私も好き。パリパリピーマン食べたことあるんだけど美味しかったし、ピーマン、ごめんなさいね、そのパリパリピーマンのなんかそぼろみたいなのめっちゃ美味しかった。大好き。浦部さん、たい焼きありがとう。じゃあちょっとこの、え、本当に消えてますように、私のいいね全部反映されてなかったら泣いちゃう。あ、 9.7 万、断捨離不可避浦部さんありがとう。断捨離不可避、違う、断捨離無理やんね、不可能か。まだこれツイッターを始めてた頃ですね。なんか「ハッシュタグアイドルが好きでよかった」っていうハッシュタグがついたツイートには「いいね」をしたら良い、あ、いいねを、いいねができるっていうね。あの、いいねができるっていうね企画があったんですよ。私はねこの頃本当
ツイッターを始めてほんと間もない頃、もう私はサービス精神がすごい旺盛でね、もう絶対全部のツイートにね、いいねしてやろうっていいねしたわけなんですよ。でいいねをしたらね、この方たちはファンになってくださるかなって、そういう浅はかなね期待も込め、そういいねをしたわけですよ。でもね、全然なんかやっぱりそんな喜んでもらえず、わかんないよ、わかんないけど、なんか他の子とかは自分のファンの方のツイートだけ、自分に関するツイートだけいいねしてる子とかもいて、ああそっちの方が賢いなって、やっぱり私は自分のことを大切にしてくれる人を大切にするべきだなってちょっと思ったんですよね、その時。そう、ウケる。そんな、やっぱ凍結されるものなの。福ちゃんありがとう、ハイビスカス咲いた。浦部さんもたい焼きありがとう。ピーマン食べたくなってきた。わかる、ピーマンの肉詰めケチャップ派。あ、ごめんなさい、チンジャオロースいいね。そう、そうなの。これもう底なしなんだけど、その頃いいねしてたやつらが。これさ、たまにさ、いいねした、あ、いいね消したのに復活してることとかあるからさ、それが困っちゃうよ。ラーメン食べたいピーマン私食べれるよ。やばい、やばい、いいねが復活し始めた。あー、もうできなくなっちゃいました。やばい、いいねがね、どれだけいいねを押しても、いいねを消してもいいねが復活してしまうっていうね。あと450個だよ。でも1500個、2000個ぐらい私は消せたなら、もうそれっていいや。底なし沼にある、あるあるだよね。時間を置いたらまた生きるかな。ゆうや、いいねありがとう、優しい、いいねって。なっちゃん、いいねありがとう。ヤッシーさんもありがとう。真珠の貝柱、あ、いいね。ほら、私のそこのツイートまで来た。そこいいねしてるのは沖さんです。沖さんの、あの包丁持ってる写真、あ、いいね消せるようになってきたよ。やっぱり初めてのいいねが沖さんのツイートで、その次がアイドルが好きになってよかったのツイート、いいねしてる。これ消えていくよね、お願いだよ。450個、ポチポチ。なんか懐かしい写真とかさ、ツイートしてる人が多いよね。まあそれはもう2年前とかの話なので、2021年10月2日だもん、この企画が始まったの。包丁大好き、そう、福ちゃんありがとう、貝柱ね、え、消
せへんとかあるの？困っちゃう。通信回数やばい、技術的なプロがおる、プロが教えて。え、じゃあ私は大丈夫かな、個数とかじゃなく通信回数。通信がちょっともう、うえってなったらそれは良くないってことでしょ。ピーマン食べたらスーパーマン。ピオ、ピエ、ピエヨン、私ピエヨンとかめっちゃ好きなんだけど。ほんと包丁の伏線回収したね、ここで。まさかここが原点だったとは。お願い、いっぱい消えてくださいなんか怖い言い方。お願い、いっぱい消えてください。すごい、だってヘタレたちよの時期だもん。ピエヨンの肉体になりたい。あ、通信回数がうわーってなったらもうダメなんだ。同一 IP からどうのこうのなの。全部消えちゃう。ヤマさんハートありがとう。もういいね、復活。いいね、消えることはあったの逆に。あ、今304まで来たよ、すごくない。あー、働きすぎだから休んでねって、そういうことね。なるほどね。じゃあまあ働きすぎてパンクするまではやっとこう、やってみよう。うー、イエーイ。え、もうこんな時間なの？まだやるよ。昔のいいね見返すのちょっと恥ずかしい。消しゴムマジックで消すしかね。パリパリピーマン作るのってさ、結構大変じゃない？私生のピーマンで、パリパリピーマンっていうね、福岡の名物なんだけど、めっちゃもうピーマンを一晩水に氷水に浸からせて、なんかあのピーマンの何、締まりをよく、あれ復活してないか。いいね。やっぱ悪夢かもしれん。いいねが復活していないか。あ、復活してない。同じ写真をツイートしてただけ、この人がそう、ピーマンをそのまま生でいただくの。そのなんか、そのピーマンのその何、水につけられた締まったピーマンが本当に、あ、私のファンの方のツイートもあって嬉しい。ごめんなさい、ありがとね、いいねさせてくれてありがとう。あの頃は、今はただいいね欄を消したいっていう理由で消してるから。君のいいねが、君のツイートが、いや、いいねじゃない、いいねって気持ちじゃないわけじゃないからね。今悟した。そう、それがすごい食べたいんだけど、一晩中氷水につけるって大変じゃない？もう絶対氷も溶けちゃってよく分かんないことになっちゃう。もうそれ、え、もうちょっとだよ、あと172、一歩手前まで来た。私もうこれができたら、私もう一片の悔いなし。140だって、ふうさんの写真とか出てきてさ、もうエモくてエモくてしょうがない。うえい。でもその放置し、確かにね、まあやるなら楽か。ともさんハートありがとう。そしたらね、もうシャキシャキっていうか、もうパリパリになるの。
パリパリピーマンパリピ。そうなんだよ。残すは沖さんのこの包丁の写真だけですね。これは残しておきましょう。これ大丈夫？私本当に消えてる？え、やりました。でも94個残ってるっぽい。だから多分だけど94個はなんか追消しかなんかよくわかんないけど無理だったやつだと思う。反映されてないやつ。一番いいねされたツイート？え、ダイエットのやつかな。どうだろう。まだ分かんない。もうダイエットのやつなんてもう知らんけさ。朝からパリピ食べたらもう最高じゃん。最後がそれ。えらいでく、えらいかって。まあ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 、ちょっとやりたかったんだよこれ。本当にずっと消したくって。でもメンバー結構消したいって言ってる子多くって、もう私は消してるよみたいな結構多いから、消せてよかったなり。お腹鳴っちゃった。本当に消えてるかな。てます。でもえ、なんかいいね欄だけすごい重たいからちょっと休ませとこ。あー、一気になんか疲れちゃった。そうね。浦部さん、たい焼きありがとう。え、2番？そんな待ちきれないよ。小人さんありがとう。真珠貝やりました、いいねって。ありがとう。9時過ぎた？レインボーマンさんハートリ、本当だ。今日は昨日残したご飯を食べる。昨日残したご飯を食べます。なっちゃんコンコン、いいねありがとう。レインボーマンさんハートありがとう。じゃあまたお昼にシャウエッセン。シャウエッセンのことエッセンって言うん。生春巻き、そうだよ生春巻きちゃん。エッセンっていうの？界隈ではエッセンって呼ばれるんですか？シャウエ派だった。私はシャウエス。ボウルに水張ってピーマン浸して冷蔵庫で浸すのじゃ。あ、多分それでもプラス氷があったらいいらしいよ。麻婆豆腐最高じゃん。楽しんで。ともさん、たい焼きありがとう。エッセンが好きになるじゃんね。シャウちゃん、確かに私もシャウちゃんがいいかも。シャウちゃんって呼びたい。みずき尊い、ありがとう。ちゃんと冷蔵庫に入れておいたよ。あとはまあオートミールかゆかな。エッセンももかやばい。エッセンももかやばいね。シャウエッセンももかちゃんかわいすぎない？確かに幸君より普通にエッセンが好きってことでしょ。
私わかんない。コウくんも食べてみよう。みんながコウくんコウくん言うけ、コウくんコウくんだよね。違うっけ、これ違うっけ。求人求人だっけ、なんだっけこれ。何やこれ、コウくんコウくん。もうプロになったでしょ、エッセン姉、ね、やばい。そう、もう天才シェフになってる。嬉しい、コウくんコウくん。え、求人か。求人求人か。やばいね、めっちゃ面白い。全然違うじゃん。あ、エッセンはドイツ語で食べるんだ。じゃあシャウを食べるってことで、シャウエッセン。シャウは何、シャウは。くわー。じゃあみんなまた昼頃に会おうや。お家出る準備して。かき氷エッセンしたい。かき氷食べたい。休診だった。 CM シリーズがまたできちゃう。じゃあね、みんな健やかに。みんな明日の昼まで寝ていい。昼ちょっと12時とかに配信始めたいですね。頑張って。ちょっと二度寝してたらちょっと起きれないかもしれないけど、頑張ります。ありがとうございました、カズさん。ありがとう、ありがとう。かわいい子ね。スコネしよう。12時あたりに配信をさせていただきます。二度寝するわ。おやすみ。すっきりした。本当にすっきりした。なんかやっぱジムいいね。ジムって大体の悩み解決してくれるからね。あ、二度寝注意。かわいこちゃんですか。じゃあ39位から、ヤッシーさん、ユーサさん、みつおさん、ようくん、栗林純一郎さん、サンパチさん、渡辺さん、タンマさん、メメフィーさん、エレメンツさん、かきひこさん、 MRX さん、火曜日のルビーさん、 BKB さん、バオバブさん、ヨシカナさん、ゆうきこいとう、カズさん、ズーデスさん、フォーユーさん、フクちゃん、ボヤッキーさん、ホワイトアチコガチ、ボビさん、オリちゃん、ペロペロチーノさん、レトリコチさん、ヤマトくん、マジャさん、ブンちゃん、フェリスさん、成田のしん、マヨチ、そして本日の秋元先生枠は小人先生でした。ありがとうございました。一個なべなべ所長、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はなっちゃんコンコンでした。なっちゃんコンコン、ありがとう。第2位はゆうやさんでした。ゆうや、ありがとう。そして第1位はうらべさんでした。うらべさん、ありがとう。皆さん、私の配信を最後まで見ていただきありがとうございました。確かにアイロン、でも毛先やばいよ今日。ほら、ちょっとパサッとる。だからちょっとアイロン、まあちょっと昼準備しましょう一緒に。脳内エンドルフィンがどうたら、あ、なんかあるよね。自己肯定感上がっちゃう。みんなが褒めてくれるからちょっと私嬉しい。頑張るちゃう。頑張るせん。じゃあね、みんなパサってる。そう、また朝花、また話そう昼ごろ。じゃあまたね。じゃあ皆さん今日も健やかにいきますよ。それではいきますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに。みんな健やかに過ごしてね。みんなありがとう。これからも頑張ります。ありがとう。健やかに、ありがとう。みんな、おやすみ。おつぅ、おつぅ。すこやかちゃん、ありがとう。じゃねん。大体のことは解決してくれ。よかった、そんな存在なんだ。じゃねー。